けんチャンネルへようこそ。今回は保険で適用できる歯のかぶせ物について解説していきますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。歯に関する面白い動画もたくさんアップしていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。保険で白いかぶせ物ができるというのは最近結構ニュースになってたりとか、歯医者さんに行くとそういう説明を受けた方も多いと思います。かぶせ物っていうのは歯全体をかぶせるものなんですけど、だいたい歯の神経を取った治療をした後に歯をね守る意味もあってかぶせ物をすることが非常に多いです。そこで従来はですね、金属を使ったかぶせ物しかずっとできませんでした。ずっと銀歯銀歯銀歯の時代だったんですね。なんで銀歯かっていうと、割れない、そんなに高くなく昔は作れたという理由で保険適用で銀のねかぶせ物が奥歯はできました。前歯に関しては裏側は金属の裏打ちがしてあって、歯の表面にはプラスチックの白いものをペタペタ貼ってあるようなもの、レジン前層管というんですけど、それが一般的でした。なので基本的に見た目に関して言えば奥歯は白いの使えない、全く。要するに前から3番目より後ろ4,5,6,7,4番目以降の歯に関しては全部銀歯だったんですね。6番目7番目の歯は特に上の歯は笑った時全然見えないんですけど、4番目5番目はね笑うと銀歯がしっかり見えちゃう。非常に皆さんね見た目が嫌だなと感じる方が多かったです。で、下の歯は奥歯でも銀歯入れたらね目立つんですよ。なのでどうしてもかぶせ物の大きい銀歯っていうのは皆さん見た目はちょっと嫌だなっていうイメージが多かったと思います。ですけど20年以上前とかはもう銀歯が当たり前みたいな時代だったので、年配の方は銀歯が普通にたくさん入ってたりしています。そして銀歯もね、かぶせ物以外にも歯の神経を残した虫歯治療を部分的にして、そこに詰め物、噛む面だけ奥歯なんですけどね、入れる銀歯というのも非常に多いです。これ陰嶺というんですけど、銀歯の陰嶺も皆さん本当に結構やられてる方多くて、陰嶺に関して言うとかぶせ物ではないので部分的に詰めるだけなんですね。保険適用で小さい範囲であればプラスチックのコンポジットレジンというものも使えるんです。なので詰め物だけで言ったら白いのも保険でできます。ですがかぶせ物はね従来ずっと銀歯だったんですね。しかし最近白いのもねできるようになりました。キャドキャム管っていうんですけど、強化版プラスチックみたいなのをブロック体をねコンピューターで削り出してかぶせ物を作るというものです。見た目はね白いんですよ。なので4番目以降の歯に適用できるようになって、一番奥の7番目には基本的にはあまりできないです。4番目5番目6番目この3つの歯に適用基本的にできます。パカってかぶせる歯に関して言えば費用も保険適用なのでそんなに高くないです。で、できるようになったのが非常に大きな進歩といいますか、昔はこの削り出しによるプラスチックのかぶせ物は全く作れませんでした。またプラスチックやっぱり割れやすいっていうデメリットがあるので、作ったのに割れちゃってまた作り直すっていうことが嫌だなと感じる先生も多いし、患者様自身も何回も通うの嫌なので、どうしてもプラスチックはちょっとかぶせ物は敬遠されてきました。ですが最近では本当にねよく使うことが多いと思います。そしてキャドキャム管と呼ばれるものなんですけど、メリットとデメリットがもちろんあります。メリットは付けたての見た目はいいです。なので銀歯よりかははるかに見た目がいいです。審美性に関して言えばすごく飛躍的に向上しました。また銀歯と違ってプラスチックのかぶせ物の方がアレルギーとかそういうことが起きにくいです。歯茎の色とかも銀歯って変わってしまうことがあるので、そういうこともこのキャドキャム管では起きません。特に4番目5番目の歯は笑った時見えるので、確実に白いの入れたいなって思う方がほとんどだと思います。なのですごくいい選択肢だと思います。逆にデメリットは強度ですね。やはり奥歯というのはね噛むところなんですよ。すりつぶす動きもするし、しっかり噛まなきゃいけないところなので、強化版プラスチックと言いましたけど所詮プラスチックなので、あんまり硬いものをガリって噛むと割れます。どうしてもやっぱ銀歯と比べると格段に強さは弱いです。なのでもともとすごい食いしばり歯ぎしりすごくする方とかはあんまりね長持ちしなかったりします。また4番目5番目とか6番目も最近できるようになってるんですけど、6番目というのはすごくね噛む面積が大きくて大事な歯なんですね。そこにもバンバンキャドキャム管を入れる先生もいらっしゃるんですけど、どうしてもやっぱり割れるリスクが高いのであんまりおすすめは僕はしません。噛む機能だけで言ったらそんなに長持ちしにくいです。またもう一つのデメリットは劣化するってことですよね。どうしてもプラスチックというのは水分を吸収する材料なので、色味がねちょっとずつね黄色っぽくなっちゃうんですね。付けたてはなので綺麗なんですけど経年劣化が起こるので、そこもねどうしても見た目もずっと綺麗には全くいられません。これ銀歯も劣化していく材料なので、やっぱりねセラミックであったりジルコニアと呼ばれる保険適用外のかぶせ物の方が劣化がしない材料なので、そちらの方がね確実に物の精度は高いです。また最近ではこの前歯に関してもこのキャドキャム管っていうのが使えるようになりました。硬さっていう面に関しては前歯にキャドキャム管使えて最初綺麗なんですけど、まず強いもの噛むと割れちゃうというのがあります。もう一個は色の変化というのはどちらも起きるので、どうしてもやっぱり見た目はずっと維持はできません。ですが先ほど言ったレジン前層管という金属が全く入ってないのでキャドキャム管
んは。なので色味がね、レジン全層管はね、暗いというかね、黒っぽいなんとなくね色の歯になってくるので、透明感だけでいったらキャドキャム管の方がちょっと綺麗ですね。保険材料の話をこう詳しくしてたんですけど、やっぱりね保険適用の材料というのはどの材料も絶対に、ね、劣化する材料なんですよ。なので安く保険でやれるんですけど、費用度外視して一番いい材料はセラミックだったり、ジルコニアセラミックと呼ばれるもの。もちろん見た目に関しても職人さんがね一本ずつね手作業で、ね、盛り足して綺麗な色味を出してくれるので、見た目がまず前歯はめちゃめちゃ綺麗です。なおかつ劣化しない、これが最大の強みで、やっぱり先ほど言った保険の材料はね全部劣化するんですよ。銀歯は錆びてくるし、プラスチックの材料は水分吸収して色が変化して割れやすくなってくるんですね。ですけどセラミックやジルコニアと呼ばれるものは硬さもしっかりありますし、なおかつ色の変化をほとんどしない、これがね最大の魅力だと思います。汚れもつきにくいですね、セラミックの方がつるっとしているのですぐ歯磨きとかで取れます。プラスチックのキャドキャム管はですね付着しやすいんですよ。どうしてもね汚れがつきやすいというデメリットもあるので、歯周病がどんどん、ね、起きてきちゃう方もいらっしゃいます。歯と歯茎のケアが一番ね歯磨き難しいんですけど、汚れが溜まりやすくなってくるとどんどん歯周病も悪化しちゃうので、やっぱりセラミックやジルコニアの方がつきにくくて清楚性も良くて、なおかつ見た目も綺麗というメリットが非常に多いです。まとめますと、僕のおすすめはやはりセラミックやジルコニアと呼ばれるものです。硬さもしっかりあって、なおかつ色味も綺麗、そして劣化しない、この3つが一番大事なので、費用に関してはやっぱり高いです、自由診療なので。しかもクリニックによってすごい値段が変わるので、うちは1本25万ですとかもあれば、うちは1本5万円です。ほとんどね材料一緒だったりするんですよね。それがちょっと怖いところでもあるんですけど、作ってる技工所と呼ばれるねこの技工師さんがすごく上手な方とかだと高くかかったりもするんですけど、ここはね病院によって違うので聞いてみてください。でセラミックって言ってもいくつも種類もあるので、そこもクリニックによって結構ね分けてるところがあるので、そこも詳しく聞いていただけるとバッチリ分かると思います。エクリニックデンタルでもねたくさんの種類があるので、一度僕に聞いてみてください。そしてですね、やっぱり保険診療の材料は劣化していくとさっき説明しましたけど、絶対やり替えが必要です。しかも短いスパンでやり替えなきゃいけない可能性が高いので、結局ですねクリニックに通う回数が増えます。そして費用もそのためにかかります。なのでトータルで考えると、セラミックを最初にバチッと入れた方が長持ちして、なおかつクリニックも通わなくていいし、費用も最初は高いですけど、トータルで見たら安いことの方が多いです。ご自身の歯を残すということが一番大事なので、やっぱり治療を何回もやり直すために歯をね削んなきゃいけないんですよ。自分の歯がどんどんなくなるということは、将来的なリスクもどんどん増えていくんですね。歯を失う可能性が高くなるので、そういう意味でも最初にいい材料のものをバチッと使った方が絶対にお得です。今回は保険で適用できる白いかぶせ物について解説しました。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムと LINE アットもやっていますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。また A クリニックデンタルではセラミックやジルコニア治療しっかりやっておりますので、ホームページの方もチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。